横でやってきました。こんにちは。トーコの、フロイタです。はい、今日はですね、かなり順番が、バラバラで、ちょっと申し訳ないんですけども、そういえば、両親にご挨拶はしなかったなと思って。いや、普通さ、両親にご挨拶するのって結婚前なんだけどさ、まさかの結婚後、まあ今結婚前もしてたってことにしといてください。まあ動画ではね、まあ初公開なのかなと思うんですけども、今回はフォンコのね、お父さんとお母さんに、ちょっとね、会いに行きたいと思います。まあ一度ね、お会いしたことはあるんですけども、まあそういう体で、動画ではね、まあ初公開ってことで、まあ多分結婚お祝いなのかな。なんかとにかく呼ばれたみたいなので、今回はルイタとポンコについていきたいと思います。いやー、新婚旅行楽しかった二人とも。うん、すっごく。あ、よかったね。楽しかったみたいです。まあ、なんかさ、うちらからさ、なんか見てただけでも楽しそうだったもんね。ルイタ、なんか緊張気味じゃない？いや、そりゃあ緊張するわよ。一度さ、会ったって言えども、結構さ、親って緊張しない？その彼氏の親とかさ、友達の親とか会う時ってさ、バカ緊張するよね。あ、当たり前だろ！両親に会うんだぞ！まあでも会ったことあると言っても一回きりだからな。そんなに緊張しないで。私の両親優しかったでしょ？いや、なんか優しそうだし。でも一回さ、ポンコのお父さんは結婚式の時に出てきてはいたよね。めちゃくちゃおかしな人で、すごくね、ちょっと教頭員にそっくりだった。そうだったな。うん、頑張れ。やっぱね、ここでもじもじするような男はね、やっぱね、父親にね、言われるわよ。あんたそんなね、守っていけるのかって言われるからね、お父さんに。じゃあ、そろそろ時間だから、準備していくよ。あ、もうそんな時間？おう。いたよな、おうっていう返事の人。あ、なんかお金もらっちゃった。ごめんね、なんかお金もらっちゃった。びっくりした。ということで、じゃあ、この前買ったね、早速、グッチのバッグを持っていきたいと思います。よし、こちら、グッチのバッグです。いや、ぜひね、前回の動画ね、見てくださいね。グッチのバッグ買ったので。さあ、行きましょうか、早速。なんかね、ポンコのお父さんとお母さんは、マンションに住んでるみたいで、で、しかもそのマンションがね、超高級なの。やばくない？多分こっち、ありました。あちらでございます。超高級なの。ポンコの両親。やばいよね。金持ちだよ、ほんとに。で、見てよ、これ。それに比べた私の家。ちょっとしょぼい。ってことでですね、皆さん。え、サクシメこんな建物あったっけと思った、そこのあなた。はい、今回もですね、ID の方をお借りさせていただきました。もう最近サクシメね、アップデートしないから、もう ID に行っちゃってる、私。いやー、こんなにね、すごくすごく。はい、書いてあります。桜本町。ディアグスティってとこですかね。でっかっ！ちょっと待って、滑り台の上に行ってさ、見ようよ。ちょっと、滑り台の上に行って。はい、今回はですね、こちらのマンション14階建ての ID をね、今回お借りしたんですけども、こちらの ID が2つあります。まず、一番最初は、8416-6307-8762-43 をダウンロードしてセーブしてください。で、こちらのね、ID をセーブし終わったら、続いての ID、9116-6307-8744-43をダウンロード。で、そうすると、多分一番最初をダウンロードしたものは、パッとちょっと消えてしまうと思うんですけども、まあ、セーブしたね、先ほどの一番最初の ID を、ロード。すると合体されますので、ぜひ皆さんやってみてください。こんなんで、公園の前にあったら、めちゃくちゃ嬉しいぞ、これ。もう子供とか。じゃあ、大丈夫？目つぶってるけど大丈夫？いや、ちょっとかなり緊張気味のルイタだけど、大丈夫だ。一度会ってるんでしょ？だって。じゃあ行こう。うわ、ちょっと緊張してきた、うちも。だってあなた、ルイタ。あなたは会ってるかもしんないけどさ、うちは初めてなんだよ。私は。うわ、やばいやばいやばい。本当にマンションなんだけど。いや、こんにちは。うわー！あるよね、あるよね。こういうね、めちゃくちゃ高級なマンションって、マジで中でホテルみたいだからね。じゃあ早速行きたいと思います。14階だから相当上がるぞ、これ。相当上がると思うよ。いや、ちょっとなんか色々部屋を見ていきたい気もするけど。まあ、ここら辺は何もないんだね。多分、一番上の14階が、部屋あんのかな？ちゃんと。まあ、両親は一番上に住んでるとことなので、かなりのお金持ちだと思います。
え、なんて反応してくれるのかな、お父さんとお母さん。ポンコのお父さんはね、確かにおかしいんだけど、お母さんって見たことないんだよな、ポンコの。どんなお母さんなんだろう。まだ?まだ登る?あ、待って。来たんじゃない?はい、てことで、皆さん。1401、到着いたしました。ここだ。うちのお父さんとお母さんの家。やばい。なんか超今日楽しいんだけど、どうしよう。なんかさ、すごく新鮮じゃない?マンションって。やばい。超楽しくなってきた。インターホン押すよ。肩の力抜いて。ほんとだ。おう。ダメだよ、ほんとにその返事。マジで、お父さんとかお母さんの前で、おうとか言ったらマジ引くからね、もう。お父さんとお父さん。お父さんとお父さん。BL になっちゃった。お父さんとお母さん。じゃあ、インターホン押すか。おー、よく来た、よく来た。お父さんだ、やっぱり。絶対お前共闘だよな。いや、お父さん、こんにちは。お久しぶりです、お父さん。どうぞ、上がって。お邪魔しまーす。じゃあ、あ、待って、お母さんじゃない？お母さんもやっぱり紫色の髪色なんだ。お邪魔しまーす。え、待って、めっちゃ綺麗な家だな。え、ポンコのお母さんめっちゃ綺麗じゃん。こんにちは、二人とも。え、ポンコのお母さんだ。今日はゆっくりしていってね。ありがとうございます。じゃあ席座って。いや、めちゃくちゃ綺麗な家だな。いや、ポンコのお母さん普通に綺麗だしな。うわ、なんだこれ、お前テラスとかあんのか。うわ、ポンコいい場所。うわ、気持ち悪いって。いや、逆ね、お父さん。お父さん、お父さん、そこね、ルイタの席なんで、お父さん。お父さん、なにあんたがうちの彼氏みたいに。おかしいお父さんだね、ほんとに。ルイタすっごく緊張してたの。暴露した。やだ、2回目じゃない。楽にして。ほんとだよね。すみません。どうしてもご両親と会うとなると。まあ、でもわからなくもないわ。まあ、今日はゆっくりしていに、朝、あれ?なんて書いてあんの?まあ、今日はゆっくりしていきなされ。そうだね、なんか、綺麗だからいろいろ見ても行きたいしね。なんなら今日泊まっていくか?ちょっとあなた、とつけてたんだから。もう本当にやだ。もうさすがもう教頭に似てるだけあるな。なら泊まんないといけないんだよ、急に。娘の成長が嬉しくもあり、寂しい。くす。確かに、泊まるのもありかも。もうポンコもあたおかだから、もうこういうのいいねってすぐ思っちゃうんだよ。ほら、ルイダ、え、嘘だろって顔してるじゃん。いや、嘘だろってなるよね。でも、ちょっと泊まってほしい気もすんな。え、みんな的にどう思う?泊まってほしくない?泊まってほしいよね。よし、今日から一日、ママたちの家に泊まるぞ。本当に泊まる気でいる。いやー、これ面白くなってきそうだな。両親と一緒にさ、泊まって、いや、カップル二人が、親と泊まるっていう。これは面白い展開になりそうだね。やったー。気持ち悪い。ママ、炊飯器やっと変えたんだ。ああ、炊飯器ずっと使ってたんだ。ほんとだ、綺麗だ。そうなのよ。ポンコが生まれた時に買った炊飯器、とうとう壊れちゃってさ。やっと変えたわ。いや、よかったね。あんたが食べたいって言うから作ったのよ。まあ、もうさすがお母さん、ありがとう。ほんと、お母さんっていうのは、肉じゃがっつがカレーっぽいけど、まあ、肉じゃがか。いや、すごいな、こういうなんか、なんて言うんだっけ、カウンターキッチン。うちもカウンターキッチンなんだけど、めちゃくちゃいいよね、これね。ねえ、ママ、部屋見てきてもいい?いや、やっぱりもうなんかね、ポンコ、子供らしくなってる。やっぱ親を目の前にするとさ、子供になっちゃう、子供になっちゃうよね。あとなんか、おばあちゃんとか会うと。じゃあちょっと、部屋見ていく?開かないの?開かないんだね、ここは。でもこういうテラスとかもあって。いや、綺麗だなー。で、テレビ。え、なんか本当に綺麗な場所だね。マジで。で、こっちが何?あ、こっちが寝室だ。へー。いやー、綺麗だ、家だなー。ここでお父さんとお母さん寝てんのか。今でも仲良く寝てんの?二人で。すごい仲いい家族だね。家族で夫婦だね。で、見てトイレ。うわ、めちゃくちゃ綺麗だな、もういい匂い。もう見るからにいい匂い。で、こっちが何もない。すごいなー。綺麗だなー、ここの家。すごー。で、長靴。すごー。うわ、エアコンもあって。綺
綺麗、マジで綺麗っていう言葉しか出ない。あ、そういえばこれ。え、何？これを渡したくて本当は呼んだのよ。ほら、二人とも結婚したじゃない？そのお祝い。うわぁ、優しいお母さん。そんな、大丈夫だよ。いや、ありがたく受け取りなさい、お母さんからのは。お父さんとお母さんからの結婚お祝い。おめでとう。もうお父さん、もういいって。あれ、泣きすぎだって、もう結婚式の時も泣いてさ。泣きすぎだって、あんた。いや、ありがとうね、お母さん、プレゼント。お父さんとお母さんからだって。何入ってんだろう、包丁とか？ポンコが将来使えるようなものだ。大切にしてくれ。いや、もちろん大切にしますとも、お父さん。そうだ。何？もう、したのか？おい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 、お父さん、ほら、見てよ。お母さん、怒りそうだよ、これ。おい、お前。ポンコの、ポンコの母さん、ほら。もう、怒りに狂っちゃってるよ。聞き方を間違えたな。お前、絶対間違えてないんだ、それ、絶対。純粋に、子供を作る予定はあるのかい？なんか、お父さんからそう聞かれるとさ、すべてがなんかちょっと答えたくなくなる質問だよね。いや、ほんとに普通なんだよ。マジ普通の会話なんだけど、この親父から聞かれると、ね、ポンコのお母さんもきっと思ってると思う。ちょっと嫌だよね。でもね、この質問は、このポンコのお父さんだけじゃなくとも、結構うちの視聴者さんもね、なんか聞いてたりしてるから、結構気になる部分なんじゃないのかな。僕は欲しいです。おー、同じこと言わないで。私も、ルータとの子供欲しいな。ですって、皆さん。じゃあ、来ますね。子供動画。これ来るね。孫の顔まで見れるんだな。こりゃ楽しみだ。よかったね、お父さん。楽しみ増えるね。いやー、っていうね。ちょっとお母さんは、顔が曇っておりますが。かなりちょっと夫の発言に腹を立てているご様子ですが。まあでもね、子供も作るという予定ですので、皆さんお楽しみに待っててください。いや、男の子が生まれるのか女の子が生まれるのか。皆さんどっちだと思う？ポンコ、ルイタくん、この親父は後で私が縛っとくから安心してね。ね、これさ、裏表ある感じがポンコっぽいよな。お母さん。じゃあもう今日のご飯作ろう。うわ、なんかいいな。ほっこりするな。なんだろう。いや、家にいいんだけどさ。家にいいんだけど、なんかすごい実家に帰った感があるね。はい、ということで今日はですね、まあ、お父さんとお母さんに会って、まあ、動画ではね、初公開の両親公開だったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか？いや、ちょっと次の動画からはですね、めちゃくちゃ楽しみだね。もう、両親とカップルが泊まる動画。次もね、見ていただけると嬉しいです。ということでご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん！お泊まりだからね、なんせ。